こんにちは、車が大好き、セイです。さて、フェアレディ Z RZ34 型バージョン ST の内外装をじっくりと見させていただいたので、まず外観をチェックしつつ、この車の特徴を解説した後、運転席周り、荷室の順で車内を紹介します。では行ってみましょう。さて、この RZ34 型フェアレディ Z を見て最初に思った感想は、あれ？写真よりかっこいいな、でした。というのも、動画や写真でこの車を見たとき、フロントマスクがぼやっとしているというか、スポーツカーっぽい鋭さがなく、それほどかっこよくないなと思っていたんですね。それが実物を見てみると印象が全く違って、大きく開いた長方形のフロントグリルも力強さがあってかっこいいなって思いました。初代 Z のヘッドライトをモチーフにしたデイライトのデザインも、それを知らなくても普通におしゃれで綺麗だなって思えるものです。そして縦置きの V6 エンジンを収めたしっかりと長いボンネットからぐっとフロントウィンドウが立ち上がり、運転席の真上を頂点としてなだらかに下がっていくルーフラインが描く伝統のロングノーズ・ショートデッキのフォルムは相変わらず美しいですね。大きく張り出したリアフェンダーもハイパワースポーツカーらしい力強さを感じられるものです。 Z32 型をオマージュしたブレーキランプも LED を二重に配置しているので、正面から見た時と横から見た時で印象が変わるようになっています。ものすごいこだわりですね。そしてフェアレディ Z といえば、大排気量エンジンによる強烈な加速力と静粛性の高い高速クルージングもまた大きな魅力の一つですよね。もちろんそのあたりも抜かりありません。この RZ34 型にはなんと歴代最強の405馬力を発揮する V6 3リッターツインターボエンジンが搭載されています。しかも最大トルクも475ニュートンメーターというぶっといトルクを1600回転から5600回転という広い回転数域で発揮できるようになっています。これにより高速クルージング中はジェントルで心地いい静かなエンジン音を奏でながらも、ひとたびアクセルを踏み込めば肉食獣のような獰猛な加速を楽しめます。このハイパワーかつ鋭いレスポンスをターボエンジンで実現するため、あえて小径タービンを用いて、それに限界いっぱいの下級圧をかけるというかなり尖ったことをしているんですね。そんなことをしたらタービンが壊れちゃうんじゃないかなと心配になりますが、そこはさすがは技術の日産。専用のセンサーでタービンの回転数を監視することで緻密に制御されているそうです。ちなみにバージョンニスモは専用チューニングが施され、最高出力420馬力、最大トルク520ニュートンメーターとさらにパワーアップしています。そのパワーを伝えるトランスミッションは6段変速のマニュアルと新開発の9段変速のオートマの2種類が用意されていて、どちらもローンチコントロールを備えています。またマニュアル車にはシフトチェンジの時にエンジンの回転数を自動調整してくれるシンクロレブコントロールも先代から引き続き搭載しています。そのためマニュアル車もアクセルを踏みっぱなしにしてクラッチとシフトレバーを操作するだけで最高の加速を楽しめるというすっごいシステムとなっているんですね。そしてこれほどのパワーを受け止めるためボディもしっかりと補強され、足回りも強化されています。タイヤも前後でサイズが異なり、後輪は幅275ミリもあるんですよ。ぶっとい。片側で約200馬力を受け止めるので、当然といえば当然ですかね。と、このようにプラットフォームこそ先代と同じものが流用されていますが、車全体で8割の部品が入れ替わっていて、完全に別物と言える車に仕上がっています。
この車は型式に34という数字が残っていることから、マイナーチェンジであってモデルチェンジではないと指摘されることもあるんですが、これはあくまで法規上のもので、事実上のフルモデルチェンジだと私は捉えています。逆にフルモデルチェンジを謳っているものの、先代のプラットフォームを流用していた車種というのも存在しますからね。では車内も見ていきましょう。ドアを開けてみると、2シーターということもあってか、開口部の前後長は2ドアの車にしては短めに感じました。その分ボディの剛性が高そうですね。では車内にも入ってみましょう。サイドシルがかなり幅広なので、それを避けるようにしっかりと足を上げて乗り込む、そんな印象でした。こちらは運転席からの視界です。やはり FR ということもあって、ボンネットがしっかりと盛り上がってて視界に入ってきますね。また左右のフェンダー部分が少し盛り上がってるおかげで、車幅感覚がつかみやすそうだなとも思いました。サイドウィンドウの前後長はかなりたっぷりありますね。しかもほぼ台形の形となっていて、結構視界は良好ですね。助手席のヘッドレストに隠れてますが、クォーターウィンドウも備えています。そしてリアウィンドウ、このウィンドウ自体はかなりサイズ大きいんですが、角度が思いっきり寝ているということもあって、かなり視界は狭いですね。リアビューモニターなどを積極的に活用した方が良さそうですね。こちらは運転席周り、センターコンソール類、ダッシュボードといった前方の内装周りですね。ところどころピアノブラックと、わずかながらシルバーなどの加色が施されていますが、基本的にはシンプルな構成となっていますね。各グレードごとに専用カラーのツートーンの内装も用意されていますが、こちらもキラキラと光るメッキパーツなどはほぼほぼないですね。ステアリングスポークの一部に艶消しのシルバーがあしらわれている程度で、その他は一切ないですね。おそらく運転に集中させたいという目的があるんじゃないでしょうか。ステアリングホイールは本革巻きで、握った時の感触もなかなかいいです。その奥にあるメーター類は 12.3 インチのフル液晶となっていて、真ん中にでっかくタコメーターが来ています。スピードメーターは右上にあります。そしてこのメーターを見て驚いたのが右側部分、ここには水温計、エンジンオイルとデフオイルの油温計、そしてエンジンオイルの油圧計がついているんですね。スポーツカーなら水温計に加えて油圧計がついているというのは珍しくないんですが、まさか油温計がしかも2つもついているというのに、本当に走るための車として作り上げてるんだなと、開発陣のこだわりに驚きました。メーターの左側はマルチインフォメーションディスプレイとなっていて、ブースト圧や走行中の G の変化、そしてタイヤの空気圧などが確認できるようになっています。アクセルペダルも床側を軸に動くオルガンタイプとなっています。私個人的にこの方式好みなんですよね。こちらはセンターコンソール類、一番上にはフェアリディ Z シリーズ伝統の3連メーターが並んでいます。表示されている内容はブースト圧とタービンの回転数、そしてバッテリーの電圧ですね。こういった装備って車好きとしてはすごくワクワクしますよね。その一方でカーナビディスプレイはエアコンの送風口の下に配置されています。最近の車では珍しい配置ですよね。こういった部分からもユーザビリティよりも走る楽しさを追求しているんだなってのがわかります。その下にはダイヤル式のエアコン操作スイッチ類が並んでいます。やや奥まったところにあるので、しっかりと手を伸ばす必要があり、運転中はやや手が届きにくそうだなというふうに感じました。その下には USB 端子、タイプ A とタイプ C が1つずつ、その隣にはスマホなどを置いておけるスペースがあります。しっかりと滑りにくい素材になっているのが嬉しいですね。その後ろにはエンジンスタートストップボタンとシフトレバー、6段変速となっています。その後ろにはシートヒーターのスイッチとトランクを開けるとき用のスイッチがついていますね。またカップホルダーは一見一つしかないように見えるんですが、センターコンソールボックスを開けるともう一つ現れます。これなんで蓋の下に隠したんでしょうね。
サイドブレーキはスポーツカーらしく手引き式となっています。こちらはシート、座ってみると自分の体の形に沿ってピタッと止まってくれるホールド性の高いものでした。中央の素材はスウェード調のファブリックとなっていて、体が滑りにくくなっています。そしてサイドサポートとサイサポートもがっつりと張り出しているので、しっかりと体をホールドしてくれそうですね。シートの後ろには小さなカバンを置ける程度のスペースが用意されてますよ。では最後に荷室を見ていきましょう。日産エンブレムの下についているスイッチをカチッと押すとロックが外れます。そしてご覧のようにめちゃくちゃ開口部が広いですね。深さこそそれほどありませんが、奥行きも横幅もなかなかのものです。これなら大きめのスーツケースも横に寝かせておくことができそうですね。これならグランドツアラーらしく、県外で開催されるオーナーズミーティングに泊まりがけで行ってくるなんてのも余裕そうですね。またこういった大きな開口部はボディ剛性の面で不利になるんですが、ちゃんと補強を入れることでしっかりとしたボディ剛性を確保しているそうです。さて今回の動画は以上で終わりです。いかがでしたか？面白かったよとか役に立ったよという方は、よろしければ高評価とチャンネル登録、 SNS でのシェアをお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。